KQ500 系電車、KQ500 系電車、KQ500 型電車は、1951年、昭和26年3月から1986年、昭和61年8月まで在籍した、京浜急行電鉄の電車。第二次世界大戦後の混乱から立ち直りつつある1951年、前年に運転開始した、ハイキング特急などに運用することを念頭に、 戦後初の2、扉セミクロスシート車として、全電動車の2両編成5本が製造された。赤い車体に窓回り黄色の塗装を初めて採用。赤茶色の車両が多かった当時は、大きな注目を集め、1957年、昭和32年までの京急の標準塗装となった。製造メーカーは、川崎車両、現、 川崎重工業及び東急横浜製作所の2社である。翌1952年、昭和27年には、同系の制御車区派550型が製造され、デ派500型と区派550を組み合わせた2両編成10本となった。後年区派550系の中間車か、左派550系による4両編成か、車体更新による4、扉ロングシートか、 半数の左派550系敗車による三両編成化を経て1986年8月まで運用された。突起のない限り以下の文中では各種文献に倣い、京急本線上で南側を浦賀より、または浦賀方、北側を品川より、または品川方、東側を海側、西側を山側と呼ぶ。編成番号は 裏賀放線当車の車両番号で代表する。線形は1959年、昭和34年登場の線形。初代、800系は1978年、昭和53年登場の800系、2台を差。600系、700型についてはそれぞれ、初代、2台で識別するものとする。車体長17,500ミ、mm、リメートル。 車体幅 2700mm の半高性車体。窓の上下のウィンドウヘッダーウィンドウシルが、京急の電車として、初めて埋め込まれた。窓配置は、D1、D5、D1、D、乗務員扉、D、客用扉、トブク袋窓とし、客用扉に隣接する左右両端の窓各1枚分と、車端部を乗降を円滑にするためにロングシートとし、 クロスシートは6組24席が設けられた。側窓は、戸袋窓が高さ 1000mm、幅 900mm、窓枠を介して上下2段に分割されていた。それ以外が高さ 1000mm、幅 1200mm の2段上昇窓で、下段中央を横切る位置に保護棒が設置されている。ドアは、構成プレスドアとされ、側窓と同じ位置に中3が入っていた。 前面は当時流行のいわゆる湘南系の正面2枚窓だが窓は 1000mmX1000mm の正方形でガラスに中山が入りセンターピラーが太く雨取りが先頭部窓上にも回されたため国鉄80系電車戸とは大きく印象が異なっていた前は当時の標準に従い屋根中央に灯白熱灯を設置しており 標識灯は左右用部に引っ掛け式のものが設置された。中間連結部には千ミリメートルの広幅貫通路が設置されているが、京急において貫通路が設置されたのは本形式が最初であった。本形式の導入当初、北品川八山橋間に存在した旧カーブ区間においは危険防止のため貫通路部分を通行禁止としていたが、1956年、 昭和31年6月に行われた線路移設工事により急カーブは解消し、通行禁止も解除された。その他、放送装置、速度計、暖房装置が設置された。車体外部は赤を基調に、窓周りが黄色に塗装され、当時、京急の標準色となった。いずれも、端子電圧750ボルト時定格出力110。 キロワット、駆動方式は吊り掛け式。電動空気圧縮機は、電動発電機と共にデハ500型に搭載されている。デハ500系の運転台よりに、各一機ずつ、通常の皮脂枠形パンタグラフを搭載。太字は、東急横浜製作所製。細字は、川崎車両製。左が、裏が方。以下各製造時で同じ。 本形式で最初に製造されたグループ。2両の電動車が背中合わせに連結されていた。京急で初めて貫通ホールを採用し、車両間の行き来が可能となった。前年製造車、デハ500系と組み合わせて使用する、クハ550系重量が1952年4月に製造された。下1桁が同じ番号のデハ500型と組み合わせて編成が、 組まれた。デハは、製造時の向きのままとされたため、裏側寄りにデハ500型が付く編成と、品川寄りにデハ500型が付く編成の2種類が出現した。運転台より屋根上に、パンタ台が設けられ、屋根も絶縁処理がなされるなど、電動車化を想定した設計とされている。なお、デハ500型に対して、以下の変更点がある。2、扉時代に、 以下の改造工事が行われている。1964年、昭和39年に4両編成化工事が行われた。主な内容は以下の通り。4両編成化以降の編成は以下の通り。左が、裏が方。1968年、昭和43年12月から1969年、昭和44年9月にかけて大枠を残して、 車体を解体し、4、扉ロングシートの車体を9台枠上に新造する改造工事が栗浜工場で行われた。改造内容は以下の通り、4扉下改造から廃車までの間に各種改造工事が行われた。2、扉自体はハイキング特急などの優等列車を中心に運用された。4扉改造後は4両編成で普通運用を。 もしくはデハ400系二両編成を品川型に連結した六両編成で急行運用にそれぞれ充当された。1978年、昭和53年から三両編成化までの1年3ヶ月間、第一線の運用にも充当された。1978年のダイヤ改正で、本線普通列車のランカーブが700系 A2M1T 編成を基準としたものに変更され、 吊りかけ駆動をく形式を、特に、ラッシュ時に、本線普通で運用することが困難になった。そのため、同台や改正以降、4両編成当時は400系2連を、連結して、3両編成介護は400系、または500系3両編成に編成を組み合わせて、急行に運用された。1985年、昭和60年以降、 400K460 グループの廃車振興により、空港船運用に充当されるようになり、翌1986年3月以降は、本船系統における急行運用から撤退し、深夜に新町建築への改装を兼ねた京急かまた神奈川、新町間の普通運用が存在した以外は、基本的に空港船のみで運用された。 1982年以降各種延命工事が行われ、京急釣りが景色駆動車では最後の旅客車として使用されていたが、400系全輩からほどない1986年8月28日に一般旅客営業を終えた。鉄道市民団体によるさよなら運転が同年8月31日に行われた後、同日付で全車廃車となり、形式消滅した。 本形式の全廃によって京急から吊り掛け駆動の旅客用車両が全廃され、新請の化率100%が達成された。廃車後は全車とも解体処分され、保存、他車上とされた車両はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。